演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートのおむすびセットを食べたいと思います。以前食べた3つのおむすびセットよりなんだか豪華になってますね。まあそれも値段も上がってるんですが、色とりどりですね。なんかおかずもご飯に合いそうなものをいろいろ入れたって感じになってますね。これは楽しみですね。ではいただきます。ごちそうさまでした。三色おむすびは、三色おむすびでもないですけど、三種類のおむすびはまず一番にはやっぱりゆかりで、ちょっと塩気がありましたね。ゆかりって昔はあまり得意ではなかったんですけど、最近になってなんですよね。これが大人になるっていうことなんでしょうか。で、塩のごま塩の梅干しおにぎりはもうシンプルに普通に美味しかったですね。だから普通っていうのもおかしい話ですけど、もうご飯と味を感じたいならこれが一番ですね。で、一番左ののり玉はもう説明不要というのほどに、のり玉、の卵の程よい塩気が口中に広がってとっても美味しかった。やっぱりのり玉が一番好きでしたね。他にも Oh, yeah.